皆さんこんばんは。大変長らくお待たせいたしました。今日は初めてのお客様の何人かちょっとだけご紹介しますけれども、こちらマナベンチという店、すごく古いお店なんですけど、毎晩いろんなバンドが出演しています。私たちはベニーグッドマンスタイルのチャンスコンボ、偶数字の内容から懐かしいスイングジャズの結構ですね、こちらの人は現代の上の方にはサーフローが皆さん好きな方が参加しますので参加していただいて、そのまま参加します。今夜もですね、たっぷりと昔懐かしいスイングジャズの曲を演奏いたします。どうぞ最後までお付き合いThank you.
さんに最後を出すという曲でございました。簡単にメンバーを紹介させていただきますが、リーダーの原口和夫でございます。一応お辞儀するときは帽子を取るのが礼儀です。あ、眩しい。サニーサイドを出すと、ピアノの徳礼としやき、ベース高橋義武が、ドラムス彼も一回も輝いてきましたけど、小林雄二クライネット松田が詰めた。I'm getting sentimental over you という長い名の題名の曲ですが、これは1930年代、アメリカにトミー・ローシーオーケストラという、有名な人気のバンドがございました。このトミー・ローシーオーケストラのテーマソングで、このトミー・ローシーというのは有名なトロンボーン奏者なんですけどね、彼は非常にこう高いピッチで綺麗なこうトロンボーンを聴かせるというので有名になった曲でございます。 I'm getting sentimental over you。
感じ出ているセンチメンタルオーバーユーという気持ちが悪い。それではこのバンドには、3名の専属歌手がいまして、順番にご紹介します。最初は小泉佳代です。出ますね。怖いや。皆さんこんばんは、吉谷です、だんだん涼しくなってきて、音楽の秋になってまいりました。今日は、とても美しいラブレターズという曲ですね。スローで歌っていらっしゃる方も多いんですけれど、今日はちょっとラテンっぽい雰囲気で歌ってみようと思います。